はい、というわけで今回はね、丸ごとバナナ、これは 20% 引きでございまして、188円から 20% ですね。これは山崎がね作ってた、これ昔からあるね、これね、平成の初期ぐらいあたりかなからずっとこれあるんですね。で、昔からあるこれ変わんないねものなんですよ。まあバナナを丸ごと使ってるというね、まあ名前の通りなんですけど、まあ非常にまあ贅沢なね、もう昔バナナっていうと、今バナナはね安く買いますけど、昔はバナナって言ったら高級品でございましたからね。で、ではいただきたいかなと思います。まあこんな感じになってるんですね。バナナをこんな風に包んで、なってると。ではいただきます。昔から変わんないね、これ。久しぶりにこれも食べたけど。バナナを1本ね、使ったじゃね。で、そこにふんわりと。クレープの、クレープのね。ふんわりとした。パンの生地で包んでて。で、その、バナナの周りにクリームが乗っかかっていて、甘くて美味しいねこれね。まあバナナってのはね、買ってきてすぐ食べる、まあそれもそれでいいんだけど、もっと美味しくいただけるのはバナナってのは買ってきて2、3日ぐらい置いとくといいんだってね。ほら2、3日とかになってくるとさ、バナナの皮がほら何ともこう黒くなってくるじゃないですか。でちょっと見た目的には衝撃的なんだけど、まあ黒く、バナナの皮が黒くなってきたぐらいから、その甘さっていうかバナナの成分の甘さがこうよりこう甘くなるんだってね。でそれからまあバナナを買ってきて、まあ、2、3日置いて黒くなり始めた時にそのバナナの皮を剥いて食べれば良いということですね。でそのバナナの皮を剥いた皮を、まあ、お猿さんのところにポイってこう投げて、でお猿さんがそこを歩いてきて滑ってしまうというね。こらってお猿さんに怒られそうですけど、まあなかなかねいい味わいでね。この柔らかみと、バナナのね、味わい。やっぱりこれも、ちょっと2、3日置いといたんですが、まあなんかより甘さがこう甘くなってる感じですね。で、結構、いい味わいで。天然の自然のね、糖分の甘さが加わっていて、非常に納得できて、まあこれだけでも十分甘いんだけど、そこにこうクリームが入ってる量からよりこう甘くてね、とろりとした、まあ感じという味わいですね。そこにこうパンでこう包み込んであるから、まあなかなかいいなっていう感じですね。どうもありがとうございました。